今日はこっち側の生垣と立ち木を切っていかなくちゃいけないので、かなり大変な作業になると思います。今日はこの大木を全部切ろうとしています。今日切った木の枝がこんな山になりました。これでもまだ半分ぐらいです。庭木の剪定と生垣の刈り込みが終わりました。この木を伐採することを計画しているので、まだまだ先は長いですが、まあこれから先はちょっと早いかもしれませんね。